カルトレインとは1987年に創業したアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコを始発都市ギルドイまでの約77マイルを結んでいる郊外向けの通勤列車である全線非電化なのでディーゼル機関車がダブルデッカーの客車数量牽引または推進運転する形で運行するそのため 客車側の最高尾は遠隔制御できる運転台を備えた制御車になっている。カルトレインでは平日にリミテッドと呼ばれる快速列車とそれに加えて朝夕の通勤時間帯に急行ベイビーブレッドを運行させており、これらを利用することでサンフランシスコさんの時間を最短1時間少々で行き来できるようになっている。週末は普通しか運行されず、 本数も激減する。また、ベビービュレットは2往復しか運行されない。注意、ゾーン5とゾーン6は、平日のみ朝方ギルロイ発3本、夕方ギルロイ行き3本のみの運転。週末はこの区間の運行はなく3の絶低面間のみ、代行バスが数本走っているだけので、利用の際は注意が必要。カルトレインの標準車両サンフランシスコ半島の鉄道の歴史は、 大陸横断鉄道の歴史より古く、サンフランシスコさんの税は1863年に開業している。当初はサンフランシスコさんの税鉄道が運行していたが、この会社は1870年にサザンパシフィック鉄道に買収された。この路線は通勤路線としての歴史も古く、20世紀初頭には10往復前後の列車運行が行われていた。 1904年には伏線化が行われ、第二次世界大戦中には輸送量はピークに達した。サザンパシフィック鉄道は地域輸送に不熱心で、ロサンゼルスやオークランド、オレゴン州内の近郊輸送は1940年代までにバス化されたが、この区間は例外的にペニンシュラコミュートという列車を走らせ、通勤鉄道として存続した。しかしながら赤字は避けられず、 1977年、サザンパシフィック鉄道は、州公益事業委員会に廃止の請願書を提出した。駅で待機中の急行考慮を受けて、沿線地域の自治体により、カルトレインの運行事務局が設立され、1980年代には、サザンパシフィック鉄道に運行補助が行われるようになった。運行事務局は、車両や駅のシャトルバスの運行を行い、 カルトレインの名称を定着させた。1987年には運行事務局は拡大し、半島海路線運営委員会が設立され、州と沿線自治体の資金援助によって1991年、路線運行権の買収が行われた。これ以降、カルトレインの運営は運営委員会が一手に引き受けることになった。運営委員会の買収後、 1995年7月には車椅子への対応、その5ヶ月後には自転車の積み込み可能台数の増加が図られた。1998年にはサンフランシスコ市営鉄道のミュニメトロ線の延伸により、カルトレインとミュニメトロ線の乗り換えが可能になった。2000年代初頭には道路との立体交差化などの安全工事が行われ、 2003年6月には、バートの延伸により、ミルブレイン駅での両路線の乗り換えが可能になっている。2020年後半には、サンノゼ・サンフランシスコ間の鉄道の電化が計画されている。車両は、シュタットラーレールのキッスに置き換わる予定である。また、カリフォルニア高速鉄道開通時には、全区間が複々線となり、始発駅も1.3マイル延伸されトランスペイ。 ターミナルに移される予定である。一般型客車のサンフランシスコより先頭車運賃は、区間制で乗車する駅と降車する駅のゾーンの違いで計算される。よって、隣同士の駅であっても、同一ゾーンの場合と2ゾーンの場合で運賃の相違がある。下記にある括弧内は、ゾーン1に位置するサンフランシスコから、他駅のゾーンまでの料金の例である。 上りと下りによる料金の違いはない。通常は自動券売機にて現金、またはクレジットカードで切符を購入することができる。現在信用乗車方式をとっているため、車内での切符の販売はない。日本のような電車に乗るときの改札はなく、切符を購入した後そのまま列車に乗車できる。非接触 IC カードのクリッパーカードも利用できる。その際は運賃が割り引かれる。以前は、 各駅を出発後に車掌が車内検察と乗車券の車内販売を行い、確認された行き先のゾーンを色で示すチッキを日本車両製造の客車にあっては、1階席は座席の上のクリップに、2階席は通路足元にあるクリップに挟んでいた。現在は車掌の検察が廃止され、乗客は必ず乗車前に乗車券を購入しなければならない規則となっている。 抜き打ち的に係員が検察をすることもあり、この時に有効な切符などを持っていないと罰金と身柄拘束の対象になる。2019年5月7日現在の普通大人運賃、切符運賃実際に自動販売機で購入の際は駅がゾーンに分類されており、出発の駅のゾーン、到着の駅のゾーンを選ぶことで運賃が自動的に計算される。例えば、 マウンテンビューからメンロパークへ行く場合は、発着駅が両方とも同じゾーンにあるので料金は3.25ドル。レッドウッドシティから3の税へ行く際は、駅が発駅、着駅とで2ゾーンまたがっているので料金は7.25ドルという具合である。カルトレインの運賃収入は運用コストの約51%である。カルトレインは2006年7月31日。 ミルブレイからパロアルト間を走行中の列車内でワイマックスを用いたワイヤレスインターネット接続試験に成功したと発表した。カルトレインによると近い将来列車走行中でもインターネットに接続できるようにする予定であったが計画の見通しは不明である。ベイビーブレッドの車内には向かい合わせ座席テーブルの下に電源が備わっており通勤中にラップトップコンピューターで仕事をする。 乗客もしばしば見受けられる。カルトレインの停車駅一覧改装前のミルブレー、駅改装後のミルブレー駅サンマテオ駅。カルトレインの事業用機関車ほとんどの駅は無人で駅舎もなくバスの停留所程度の雨風よけのシェルターのみを備える駅が多い。ただしバーリンゲームやサンマテオのようにサザンパシフィック鉄道時代の駅舎をそのまま活用している場合やミルブレーのように 大規模改修によって立派な駅舎ができた駅もある。駅前商店街も皆無であり、マウンテンビューやサンマテオのように昔からの市街地の中心に駅がある。場合やヒルズレールのようにたまたま駅前に大型ショッピングセンターがあるなどの例外を除くとわずかにサニーベールなどの大きい駅で朝にドーナツやコーヒーを売る屋台が見られるだけである。発見は駅の自動券売機で行うが、 改札はない信用乗車方式。郊外の自宅から車で駅までやってきて、カルトレインで市外の仕事場に通勤するパークアンドライドの乗客のために、駅前に大きな駐車場がある。駐車料金は無料からせいぜい終日数ドルで、駅に備え付けの自動券売機で乗車券と一緒に購入することができる。購入時に駐車したスペースの番号を入力することになるため、 車から離れる際にこの番号を確認しておく必要がある。プラットフォームは日本のように客車の床面と同じ高さではなく地面より少し高い程度からドアのステップを上る作りである。車椅子の乗客のために各駅に一段高い乗車場所があり車掌が渡り板を操作する。列車が駅に近づくと 奇跡やカウベルを鳴らすとともに全消灯を点滅させて注意を促すところは日本では見られない光景である。3のゼイナンは週末の運行はなく平日も通勤時間帯以外は1時間に1本程度と頻繁な運行ではないがサンフランシスコジャイアンツのナイトゲームが行われる時は試合終了後に球場から出てきた観客が乗車できるまで最終列車の出発を待つ。 サンフランシスコのチャイナタウンの旧正月パレードの行われる夜には最終列車を増発するギルロイのガーリックフェスティバルのために週末の臨時列車を運行するなど地域社会の需要に沿うための努力が続けられている日本車両製造製客車の車内休行用のボンバルディア製客車の車内日本車両製造製客車内の自転車収納設備を主に各駅停車として 使用されている客車はいずれも日本車両製造製である。ドア上部には日本車両製造のロゴと製造年が表示されていることが確認できる。急行の客車はボンバルディア製である。ただし2007年9月現在、種別に関わらず確定用、急行用の客車が混用されていることが確認されている。カルトレインの車内は日中は人は少ないが、 朝夕に通勤はラッシュになりたくさんの人が利用するので賑わう。1990年代後半に座席は総入れ替え改装が施され、1世代前のものより格段と座り心地が上昇した。また、車内での揺れも比較的少ない。2階席では1階席よりも高い位置から景色を眺めることができる。上行ドアが各車両片面1台、または2台であること、 各編成の少なくとも1両は車椅子用スペースがあるなど、日本の通勤用鉄道車両とはだいぶおもきが違う。カルトレインの各列車には自転車収納スペースを持つ車両が2両、連結されている。日本車両製ギャラリーカーは80台、ボンバルディアバイレベルコーチは48台の自転車を収容可能である。ありがとうございます。